新感覚。佐倉市からはインディアカご紹介します。では早速競技の説明をよろしくお願いします。はい、この羽、この黒いところを持って腰寄り下からこう手のひらで打って相手のコートに入れるっていうのが基本です。で、必ず肘から先、肘から先は手のひらで打ち返す。体に当たるとダメ、頭に当たってもダメ。バレーに似たスポーツかなと思います。ただコートはバドミントンのコートですから狭いですね。でコートの中には4人入って4人がプレーをするということで、あの並び方は基本的に前が3人、後ろが1人。ネットにかかった時はもう一度打つことができる。ですから最高よ、ネットにかかった時は4回で返さなきゃならないというルールです。ちょっと試しに私体験させてもらいたいんですけど。やってください、ぜひやってください。お願いします。はい、そうそうそう、そうですね。えい、はい、あっ、えっ、ちょっと待ってください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 。おや、難しいぞ。おや、テニスとか、まあ、野球でもいいんですけど、そう、何かの器具を使ってこういう打点を見慣れてるから、そう、自分の体でそう、うん、使っていくっていうのはなかなかね、まあ、バレーとかのはあるけど、これはないですもんね。これそう、新感覚めちゃくちゃ新感覚だな。これ試合になりますね。いやいやいや、慣れる慣れる。あ、そう、慣れる。あの、気にしないで自分で、例えばミスしても仲間拾ってくれる、拾ってくれる。はい、いた、いた、いた。うまい、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 うまい。ワンチーム、ワンチーム、ワンチーム、ワンチーム。嬉しい、嬉しい。なんかもう試合できちゃいそうな気がしてきた。大丈夫、大丈夫。もう試合だ、試合、試合あるのみ。さあ、OK。はい。おお。はい。うまい、うまい。はい、ほらい。面白かった、楽しかった。めちゃくちゃ、なんてったって、うん、この打点が平らなところを自分の手で当てなきゃいけないんだけど、そうそう、こうだったり、うん、こうなってしまうと、うん、思ったところに行かないとかっていう、うん、このむずがゆさと、そうそう、あとやっぱ痛くない。痛くないでしょ、当たってうーんなんて言うけど、でも痛くない。だから安全に、安全に安心してやれるスポーツ。そうそうそう。確かにこれは障害スポーツかもしれません。だから気軽に手軽にっていうのがその話ですね。いやー、本当楽しかった。今日はどうもありがとうございます。高齢になってもできるんだから大丈夫。本当スポーツ、これからも長く一緒にやってください。やらせてください。ぜひやってください。インディアカ最高最高、ありがとうございます。人数が少なくて、それから家族とか職場とか、本当に気軽に手軽に、まあ、できるスポーツがインディアカだと思います。障害スポーツの一つとしてずっと、まあ、続けられる限り続けていきたいなというふうな目標を持って今までやってきました。まあ、これからもやるつもりでございます。はい、ね、佐倉市はすごくインディアカ活発な市で、まあ、教室もやってるし、交流を持ちながら続けていきたいなと、復帰をしたいなというふうに思ってます。